そうですね、まず、選んでいただいてありがとうございます。あの試合で、勝ちきれなかったですけど、同点に追いつくことができて、みんなのおかげで取れた得点だなというふうに思いました。そうですね、追いつかれて決めて、追いつかれて決めて、本当に、試合を通して、ずっと厳しい時間が続いた中で、本当に負けてもおかしくない試合内容だと思いますけど、その試合を引き分けにできたというのは大きかったと思いますし、勝ちきれればもちろん良かったと思うんですけど、最低限の勝ち点1を取ることができて良かったなというふうに思います。今後も、ゴールアシストをして、東京の勝利に貢献するので、今後も応援よろしくお願いします。